シロン様<お>せっかくなのでもう少し城内を見学して回りたいのですがええせっかくです良い機会かもしれませんでしたら私がご案内を いや僕は一人でシロン様のお弟子様をお一人にするわけにはいきませんいや僕は一人私メイドのマーガレットと申します<っ>ローズ様のお世話も担当させてもらっていますからお城のことには詳しいですよ先輩のお城は初めてですよね<っ>それならとっておきの場所に案内しちゃいますねほう冬だよね今地中にあるアーティファクトが気温を一定に保っているんですあ,<ー>あの先ほどの演奏とっても感動しました お弟子様ならすぐにでも一流のピアニストになれますよ今まで聞いたどのピアノよりも素晴らしい演奏でした現代日本に比べればこの世界の演奏技術はまだまだ発展途上だからねこっそり聞いたんですけどあのパトロン伯爵が注目していらしたんですあの家のお抱えピアニストになれば年俸 1, 1億ゼニーは硬いですよ1億ゼニー というか年俸制なんだ成金公爵も絶賛されていました年俸は7,000万ゼニーで劣りますが幅の広いコネのある方なので名声を求めるなら成金公爵ですね将来音楽家ルートか年俸制ならいちいちおひねりに期待しなくてもいいし案外ありかなそれから私の実家もおすすめです実家年俸は基本5,000万スタートなのですが父を説得して必ず7,000万ゼニー出させます出させるんだ ここだけの話ですが私はパトロン伯爵とも成金公爵とも好意にさせていただいておりますし私にお任せいただければ全てうまくいきますよあーでもシロン様がなシロン様は可愛いお弟子様を独り占めしたいだけです心配しないで全部私に委ねてくださいね全力でサポートしますからあれそういうそれでお弟子様はローズ様の居場所が知りたいのですかうん、まあ、それは 秘密です教えられるわけないじゃないですかそうなんだでも,でもでもでも少しだけなら引いたと思ったら一気に近づいて共感したりついでに弱みをさらしたりこれあれだ宗教の勧誘だわさのののすが先輩のメイド勧誘の手口がそっくりだおいこそこそ何してやがる thank <music> you